サンジャン・ダンジェリは、フランス、ヌーベル・イコールは規定の地域圏、シャラント・マリティーム圏のコミューン。サンジャン・ダンジェリは、サントン・ジュ地方の谷の中央にある。ブトンヌ川が流れており、A 点高速道に近い。ガロローマ時代の地名、アンゲリアクムに由来する。これは、キリスト教徒の人名アンゲルス、または、ゲルマン語の人名アンゲルと、 設備時のマイナスをキウムが合体したもので、西暦100年頃にあった、私有地の存在を示している。中世の伝承によれば、カール大帝の孫にあたるアキテーヌ王ピピン一世は、バイキングとの戦いのさなか、夢の中で、修道士から、先霊者、ヨハネの頭部を探しに、アレクサンドリアへ行くため戻るように警告されたという。アキテーヌ王は、アングランの浜で、 フェリックス修道士を出迎え、そこで奇跡が起きた。戦闘で死んだ30人のフランク人戦士が、蘇ったのである。王は、自らの城の正面に、聖なる遺物を収めるための修道院建立を決めた。時計塔、ブトンヌ川の拷門9000年前のものとされる、ネクロポリスが、ブトンヌが死で発見された。 アキテーヌ港の邸宅と礼拝堂が同じ場所に建てられていた。817年、先霊者、ヨハネの聖遺物を収めるための修道院が、アキテーヌ王ピピン一世によって建てられた。860年、バイキングがタイユブールに上陸し、サンジャン・ランジェリへ向かい、修道院を破壊し修道士たちを虐殺した。1010 10年、ベネディクト会によって、かつての修道院跡に、 修道院が建てられた。これが都市の発展の中核となった。中世のサンジャンダンジェリはオルネド・サントンジュとサントの間にあるサンティアゴ・でコンポステーラの巡礼路の宿場町であった。12世紀から15世紀にかけ、イングランド王国とフランス王国が入れ替わり立ち替わりサンジャンダンジェリを支配した。1199年、地元平民たちは、 アリエノールダキテーヌとそのバッシジョンから特権を授かった。1204年にはフィリップ2世が特権を授けた。1351年、ジャン2世が町を包囲した。13世紀から修道院はサンジャンのワイン貿易を通じて財を成した。このワインはベルギーのダンム港へ回路で運ばれ、北ヨーロッパ中で消費されていた。 別の修道院の収入源として、沿岸で作られる使用売買があった。ユグノー戦争中のサンジャンダンジェリーは、ユグノーの軍事拠点であった。ゴシック様式の修道院はユグノーによって破壊された。1569年、シャルル旧世軍が町を包囲した。1588年3月、ユグノー派の首領であるコンデコー、アンリ一世が、サンジャンダンジェリーで急死した。 彼の妻シャルロットド・トレモイユは、夫を騙して、毒を飲ませたという容疑をかけられた。彼女は、生まれて間もない息子と共に昼夜かけて、馬で逃亡した。サンジャン・ダンジェリから、ビルド・マズレに至る道は、この孤児によって、公爵夫人の道と名付けられた。1621年に、ユグノー戦争が終結すると、ユグノーの町は、ルイ13世に降伏した。 町を覆う城壁は廃され、彼らの持っていた特権も廃止された。町の名も、ブール類と改名された。人口の多くが町を去り、町は廃れた。類14世との間に和平が結ばれると王は町を、許し、救命の復活を許した。18世紀、ブランデー貿易で町に繁栄が戻った。フランス革命期の1793年10月16日。 国民公会は、王政、封建制度、迷信を連想させる地名の解明を命ずる法令を出した。これによって、町の名は、アンブトンヌとなった。1872年から、町を含む、地域全体が、フィロキセラ流行に侵され、ワイン生産は打撃を受けた。ありがとうございます。